間にこの脳を入れるとうのー、さらに湯を入れて湯のまさに湯の言葉のパズル、文字ピッターアンコール、バンダイナムコ。はぁ、あ、こいつマジキモくない？やばくない？ここにさ、あれコメントで悪口書き込むと、あいつめっちゃあれらしいよ、嫌がるらしいよ。はぁ、あ、マジこいつ言う、言葉の暴力、アンチコメントパラダイス、バンダイナムコ。よせよーこせ。はい、どうも、じゃデジモンアドベンチャー見れる2020最高。はい、どうも、アゴゴスゴスケ配信者のよせよーこせー。皆さん、日曜日の朝見ましたか、デジモンアドベンチャー。これはね、もうね、私の世代の人、そしてちょっと上の世代の人はもう大感激だと思います。ということで、見てない方は日曜朝9時テレビ東京、多分デジモンアドベンチャーやってるので、よかったら見てください。で、ね、今日は上級で PVP の方やっていきたいと思います。でね、パーティーはこんな感じ。特殊戦技が使えない今週のルールだから、もう裏にマーリンとか入れるのやめて、とにかく暴力的に猛攻3体でいこうかなと思います。で、デリエリが猛攻国、猛攻鉄壁、エスカーノール猛攻鉄壁、ゴーステルも猛攻鉄壁、キングだけ生命鉄壁、これでいこうと思います。まあ、暴力的っていうのもあれなんですけど、まあ飯は必殺飯でいこうと思います。これでね、まあ2個溜まってとりあえずいけるから。まあ、キングが前の方がいいのかなって思ったんだけど、ちょっとね、エスカノール刻印したんで、そのぶちまけていこうと思います。それでは行ってみましょう。いや、とりあえずね、まずはぶっ、よし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 、投球上取ったらもう僕たちのもんですわ。あー、オッケーオッケー、なるほどね、なるほど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 。これどうしよっかな。ゴーステルの必殺貯めるか、これゴーステルの必殺、これで貯めていこうか、こうして。で、ゴーステルにヘイトを向かせて、次のターンにもしデリエリの札が、おお、忍耐マジか。あ、オッケー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 、デリエリ、これでデリエリ必殺出るから、あ、ここで出てくるってことは多分中身なし、ありだな、中身ありだな、これは。あ、違うかな、違うか、ちょっとわかんないけども、オッケーオッケーオッケー、オッケー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 。これだから、とりあえず倒、どうしよっかな、多分キングは無理だっけ。いや、でもキング俺ちょっと行きたい、冒険したい。いや、ゴーセルで、無難にゴーセルで行こう、無難にゴーセル倒そう。で、次のターンキング倒せばオッケー。解除札がなければね、もうね、勝ちだからこっちの。そりゃあ世間は許したこれやせんよね、強い。特殊戦技なしでこれですからね、マジで強い。おっと、マメちゃん、マメちゃん出てきた。まあでもね、マメリもね、多分裏から出てきてももういらないよって言えるぐらいやっぱり強いですから、うちのデリエリは。よし、じゃあキング倒して、マメリ2回殴りでいいかな。キング倒してマメリ2回殴り、それかキング倒してもうこっちでためいっちゃう、こっちでためいっちゃう、これで必殺ため、よくないこれ。全然多分マメリの札2枚じゃさすがに落ちんと思う、キング札とかじゃない限り。誰だ今重なったの、誰だ今重なったの、誰だ今重なったの。お、強っ、48000、強ない普通に。危ない危ない、あー必殺減らしか、オッケーオッケー。だからただ必殺減らし来てもね、もうね、あいつは虫の息ですよ、あいつ、こいつこいつ、うん、こいつこいつ、ほら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 、すごいいいの来てるもん。じゃあこれでこうして、こういう打ちをかけてく、ワオインジェクションダオ、強い。ワオだ、これだけで5万3000出るっていうね、こいつの火力がおかしいんだわ。あー、この暴力的な、よし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 、とりあえず昇格だで、昇格だで、天下打って必殺って終了、あざしたー、ゴーゴーマッスルリングに稲妻、ナイス。
とりあえずね、チャンピオン3まで上がったんで落ちないでいきたいと思う。ロスメリかい、ちょっと強い強いて、札悪いて、どうしようかな、どうしようかな。ロスメリ動いてほしくないな、動いてほしくないな、ロスメリ。え、誰、あーオッケーオッケー。え、でもね、エスカノール倒すのは、うわー金札、エスカノール倒すのは実際大丈夫、エスカノール倒すのはね。だここでさっきのじゃあムーブいきますか。さっきのムーブで必殺攻撃禁止、ちょっとね、うー全員忍耐、猛攻だぞうちのゴーセル。いや待って、マジか、もうやだ、なんだ、いや反撃ののろしでしょ、もうこれ反撃ののろしでしょ、これ反撃ののろしでしょ、これ反撃ののろし。どうしようかな、いやこれでいいか、これはもう俺やったるわ、やったるわ、いけ、いやー勝った。いやこれでもさ、こうやってまだいけるくね、回復とかしなければ。あ、まだいける、まだいける、全然いける、全然いける、全然いける、マジで。リリアぶっ倒して回避やって攻撃、それが石化、うわー、リリアぶっ倒すのやめ、リリアぶっ倒すのやめます、やめました、リリアぶっ倒すのはやめました、リリアぶっ倒すのやめて、石化することしました、リリアを。でリリアを石化することにしました。これで次のターンまた戦える、参る、俺は。いけ、回復来い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 、マジ回復来い、マジ回復来い、ガチ回復来い、マジ回復来い。よしよし、まだいけんじゃん、まだいけんじゃん、誰が出てくるかだよな。ハレキン、よし、ハレキンならいける、ハレキンならいける、ハレキンならマジでいける、ハレキンならマジで、声がやばい。大丈夫、大丈夫、死ぬな、いけ、耐えろ、耐えろ。よし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 、爆発2個はきついて、ただな、ただな、ただな、俺はこんなとこで、ああ諦める。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、必殺打てるようにした方がいいのか、これは。いや必殺打てねえ、打てねえ、こうが回復欲しい、回復欲しい、欲しい、回復が欲しいよ。お、いや、なんとも言えないよな、回復が欲しいです、安西先生、回復が欲しい。いやーマジで、何この爆発の暴力、これさ、これさ、どうすればいいか分かんないよね。さ、続いては日大問題です。これだってさ、こうするしかなくない、こうするしかなくない、ぶっちゃけこうするしかなくない、で、爆発で死なないこと祈るしかなくないもん。あああでもいける、え、いける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 、いけたいけたいけた、勝った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 、絶対勝った絶対勝った絶対勝った、これマジで勝った、え、大金星大金星やっとるわ。よし、これでだってこれ真ん中落とせるでしょ、さすがに。で、多分ゴーセルも落とせるけど、ゴーセル多分落とせるんさ、多分落とせる、あ、11万4千いける。ただ、やっぱ怖い時のためにこいつぶっ飛びてきますし。え、やば。うまい今の。これはやばくね、飯うまじゃね。
よっしゃ、危ねえ。高温戦に言ったらよかった。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。オッケー、オッケー、オッケー。勝ったくね、勝ったくね、これ。勝ったくね、これ。勝ったでしょ、これ、さすがに。いや、待って、待って、待って、危ない、危ない、ちょっと危ない。いや、でも、攻撃札2枚でいけると思う。てか、金札1枚でいけると思う。金札1枚でいこう、金札1枚でいこう。ここはもう、僕は、いきます。勇者になります。いけ、ラッシュワン見たけ見たけ、もう一回いきます。アンシュワ、よしよしよし、いおい、でけーでけー、壁は高え。ただね、金バフしてきたらこっちのもんよ。解除したるわい、うちのエスカノールで。あら、金バフじゃないこれ、あ、金バフじゃないこれ、これ金バフじゃないこれな、これさ、金バフじゃないかいこれ。それ、いや、うちのおかんがな、好きなバフがあるんやて。おー、なんだ、でもな、それがわからない言うのや。おー、なん、ちょっと一緒に考えてみやるから、特徴言うてみ。あー、そうな、まあ言う、あれなんだな、金、とりあえずこういって倒していきます。ちょっとな、特徴言うてみ。あー、そうなんだ、一番最初の初ターン目にそれをされると何もできないらしいんだな。金バフやないかい、それはどっからどう見ても金バフやないかい。そらな、先行取られて初ターンに金バフされたら何もできない。そら金バフに決まるやないかい。他になんか特徴言うてなかった？うん、わからねえな。何がわからないの？なんか、解除とか、あ、違う。これって難しいね、この、あれは。さあ、これで、とりあえずエスカノールは今上げれてたから、こいつエスカノールは解除しとくわ。ちょっと金バフはきつい。とりあえずエスカノール解除して、このアーサーがどれを倒すかによるよね。必殺を貯めているあいつ、こいつを倒してくるのか、それともアーサー1体ぐらいだったら実際なんとでもなると思う。これ多分ね、ゴーセル倒してくると思うんだけど、倒し、だよね、だよね、多分これワンパンでやるけど、後ろからキングいますから、うちキングいますから。ええ、でここで、うわー、レベさん、だるだる、今はい、必殺打てます、はい、必殺打てます、必殺打ちます。あ、もうね、こんなんね、こんなんね、こんなんね、待って、2枚しか使えないんだけど、待って、2枚しか使えないんだけど、だる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 、これでいいや。はあ、20万は勝てんわ、勝てるわけないやん、俺が20万の人にね。え、天と地がひっくり返ってもなんない。コーヒーとコーヒーとブラックコーヒーが交わっても絶対にできない。それはそれだけは確実に言える。ただお前らのバフが切れた時、お前ら最後だ、お前らの、お前らの嫁はもう最後や、お前らのバフが切これでどうだ。ってことでね、郵便局からお届け物が来たというところで、終わらせていただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。今日はね、もう一本あげる予定で、動画撮っていきたいと思います。皆さんのチャンネル登録高評価が僕のモチベーションにつながりますので、よろしかったらチャンネル登録高評価お願いいたします。バイバーイ。